シェネー・グライムスはカナダの女優。カナダ南部のオンタリオ湖のアゼにあるトロントの郊外でアイルランド系の父親とイタリア系の母親の間にて生誕した。家はカナダの典型的な中産階級であった。グライムスは幼い頃よりファッションデザイナーやダンサーになるのが夢だったが、いつの頃からかそれらは移ろいだ。もともとグライムスは女優になることは 冒頭考えていなかったが、エージェントにより、才能を発掘されたことが、きっかけとなり、女優の道へ進むことになった。グライムスは、高校在学中より、テレビシリーズや映画に出演した。特にカナダのテレビシリーズである、デグラシー、ザ・ネクスト・ジェネレーションにおけるダーシー・エドワーズ役が、最も著名であった。2007年、グライムスは、デグラシー、ザ・ネクスト・ジェネレーションの出演により、 ジェミニ賞を受賞した。他のグライムスの出演作品としては、今日に至るまで放映されているアメリカ合衆国のシンビバリーヒルズ青春白書の兄、ウィルソン役が知られている。2013年の5月、ミュージシャンでモデルのジョシュ・ビーチと結婚式を挙げた。ありがとうございます。